皆さんこんにちは。今回は自分の中心へ戻り、平和でバランスのとれた5分間の瞑想を行っていきます。深い瞑想状態になるためには20分から30分以上の時間が必要だと感じることがありますが、1日のうちのたったの5分、今からのこの5分間で呼吸すること、力を抜きマインドをあなたの中心へ戻す体験をさせてくれます。この瞬間を見つけて、あなたの内なる平和とバランスのために時間を作ってくれてありがとうございます。では楽な姿勢で座っていきましょう。あぐらで座るのがしんどい方は無理にあぐらで座る必要はないので、自分が楽な体勢で座ります。通勤の電車の椅子でも立ったままでも大丈夫です。座っている方は両手を膝の上に軽く置いて、今見えている周りの景色をぼんやりと見つめていきます。鼻から大きく息を吸って、鼻から全部吐き出すとともに、ゆっくりとまぶたを閉じていきます。吐く息であなたが今感じているいろんなテンションや心配事、不確実性や恐れを解放していきます。あなたの内側を空っぽにするイメージで、それらをすべて吐き出し、吸ってポジティブで輝いたエネルギーを体の内側へ取り入れます。吸って吐いて、吸う息であなたのハートへ深く息を吸い込んで、あなたのハートの強さを感じ、あなたのハートの美しさを感じ、あなたのハートのパワーを感じ、強力な癒しのエネルギーをあなたのその美しいハートへ吸い込み、そのエネルギーはあなたの体の隅々へ内側から栄養を与えていきます。息を吸って吐く息であなたの中に居残っていた負のエネルギーが解放されていくのを感じます。もうその負のエネルギーのためのスペースはあなたの中にはありません。吐く息とともにあなたのハートを空っぽにして、恐怖を手放します。あなたはパワフルです。疑いを手放します。あなたはあなた自身で誘導することができます。痛みを手放します。あなたは守られています。手放します。息を吸って吐いて、あなたの呼吸とステイして、今あなたの体や心の中で起こり始める感覚に意識を向けてください。吸う息と吐く息、この単純な行動に意識を向け、それ以外は何も執着しません。ただ自分の呼吸を静かに観察します。一回一回呼吸をするごとに、あなたの心を感謝の気持ちに導いてゆきます。今日という素晴らしい一日へ、あなたの強く健康な体へ、あなたのクリエイティブでパワフルなマインドへ。吸って吐いて、この瞬間、この空間にあなたがいたいだけ、好きなだけステイしてください。今のそのシンプルで純粋な意識と一体であってください。今こうして単純に呼吸を意識しているだけで、あなたはピュアなエネルギーのフローとなっています。今日もここへ来てくれてありがとうございます。一緒に呼吸をしてくれてありがとうございます。あなたはパワフルであり、あなたは愛されていて、あなた自身が愛であることを忘れないでください。今日も素敵な一日をお過ごしください。ナマステ。